全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。ファーストステージ第9節、ベルマーレ対シエロ、序盤戦の調子はどうですか？このステージの出だしはあまりいいとは言えないですね。まだまだ試合は残っていますから、焦らなくても大丈夫だと思いますよ。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ試合開始です。現在のところ得点はありません。両クラブ1点をなかなか取ることができませんでしたが、後半戦はどうでしょうか？ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか？いよいよ後半45分のキックオフです。後半の立ち上がり、シエロ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。小泉、素晴らしいコンビネーション。エジソン、危ないプレーだぞ。イエローカードが出されました。現在のところ得点はありません。両クラブ1点をなかなか取ることができませんでしたが、後半戦はどうでしょうか？ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか？いよいよ後半45分のキックオフです。後半の立ち上がり、シエロ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。小泉、素晴らしいコンビネーション。エジソン、危ないプレーだぞ。イエローカードが出されました。後半13分、シエロ、現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。パス、左に張っ、伊原、このパスが通った。パスを出します。サンパイオ、アイコンタクトだ。さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。ボールを運びます。サンパイオ、三浦、サンパイオ、ボレーシュート、豪快に決めた。素晴らしいゴール。試合終了の笛が鳴りました。0対1、シエロ、見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか？どちらが勝ってもおかしくない素晴らしい試合展開でしたが、わずかの差で勝利を収めましたね。失点をしなかったことは大きいですよ。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第10節、シエロ対セレッソ、雲がかかっています今日の試合。序盤戦の調子はどうですか？序盤戦からなかなかいい試合が目立ちますね。シリーズ後半に向けての戦い方が重要になってきますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。現在のところ得点はありません。さて、膠着した試合になっていますが、どう見られますか？前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか？いよいよ後半45分のキックオフです。森島、コーナーからゴールを見つめます。チャンスになります。上げた、三原、ゴール、ゴール、ゴール、一瞬の隙をついて決めました。試合終了の笛が鳴りました。1-0、シエロ見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか？どちらが勝ってもおかしくない素晴らしい試合展開でしたが、わずかの差で勝利を収めましたね。失点をしなかったことは大きいですよ。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第11節、サンフレッチェ対シエロ、雲がかかっています。今日の試合、序盤戦からなかなかいい試合が目立ちますね。シリーズ後半に向けての戦い方が重要になってきますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。さあ試合開始です。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半戦始まったところ、シエロ、両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。そうですね、ここはあの判断で良かったんじゃないかと思いますけどね。ウンガ、素晴らしいコンビネ、木原、ヤーコブ、中山、思い切ってシュート、エクセレントビューティフルゴール試合終了の笛が鳴りました。0-1、シエロ見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。どちらが勝ってもおかしくない素晴らしい試合展開でしたが、わずかの差で勝利を収めましたね。失点をしなかったことは大きいですよ。全国の J リーグファンの皆さん、こんばんは。ファーストステージ第12節、シエロ対エルフシュリット、夜の闇に雨が映えます。序盤戦からなかなかいい試合が目立ちますね。シリーズ後半に向けての戦い方が
重要になってきますよ。もう間もなくキックオフです。さあ試合開始です。前半38分、エルフシュリット両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。イエローカードが出されました。現在のところ得点はありません。両クラブ1点をなかなか取ることができませんでしたが、後半戦はどうでしょうか。決定的なチャンスは何度かあったと思うんですが、得点につながりませんでしたね。後半になって疲れが出てきたあたりが勝負の分かれ目だと思いますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。笛とともに後半戦45分が開始されました。後半戦始まったところ、シエロ両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。ウンガどんどん切り込んでいき、矢野このボールを奪いました。三浦 PK です。蹴った、ここに選手が詰める、中山ゴール。森島コーナーからゴールを見つめます。チャンスになります。蹴りました、これが決まった。目が覚めるようなゴールです。試合終了の笛が鳴りました。2対0、シエロこの試合を見事制しました。試合を振り返っていかがでしょうか。攻守の歯車が噛み合ったいい試合でした。攻撃では2点を取って守備は完封ですから、最高の結果なんじゃないでしょうか。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第13節、レッツ対シエロ。天気は雲が青空を隠しています。序盤戦からなかなかいい試合が目立ちますね。シリーズ後半に向けての戦い方が重要になってきますよ。もう間もなくキックオフです。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半戦の序盤、シエロ。さあ、どちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。サンパイオ、ゆっくりとボールを回しています。小坂、ドリブル、右に叩きます。森島、ショートパス。井原、綺麗にボールがつながります。森島、ヤーコブ、中山、思い切ってシュート、豪快に決めた。両クラブ最後の決め手を欠きました。さて、この前半の展開を振り返ってどうでしょうか。サッカーは30秒あれば1点取れますからね。これから長い後半戦がありますから、まだまだ分かりませんよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。前半の好調を持続することができるか。さあ、後半45分のスタートです。ここで試合終了です。0-1、シエロ、この試合を見事制しました。今日の試合はどうでしたか。どちらが勝ってもおかしくない素晴らしい試合展開でしたが、わずかの差で勝利を収めましたね。失点をしなかったことは大きいですよ。こんばんは。 J リーグファーストステージの模様をお届けします。ファーストステージ第14節、シエロ対アントラーズ。星空は雲に隠されています。開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。もう間もなくキックオフです。
ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半37分、アントラーズ両者得点を奪えないまま中盤戦に差し掛かりました。森島倒された。秋田、これはこれが決まった。両クラブ最後の決め手を欠きました。さて、前半の試合展開をどう見られますか。1点差ですからね。これ以上点を取らせないようにしのいでいけば必ず後半にチャンスがやってきますから、そのチャンスを確実に生かすことができれば必ず追いつけますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。試合の流れを変えることができるのか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半14分、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。フェイント、秋田、浜、中西、誰にパスを出すのか。佐々木、このパスが通った。倒された。オーケー、中山ボールに蹴り入れました。シエロ、とうとう同点に追いついています。三浦、さあペナルティーキックです。蹴った、飛び込んできた。中山、ゴール、ゴール、ゴール。試合終了の笛が鳴りました。2対1、シエロ見事に勝利を収めました。今日の試合はどうでしたか。点差が示す通り非常に緊迫したいい試合でしたね。両方とも実力通りのプレーを見せてくれて、サポーターも満足ではないでしょうか。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。ファーストステージ第15節、シエロ対レイソル。開幕から非常に好調で良いスタートダッシュを見せていますよ。この調子はしばらく続くかもしれませんね。
刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ試合開始です。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。ここでホイッスルが鳴って後半戦終了です。得点は0-0、同点。どちらとも決め手を欠いたまま前後半を終えました。さて前後半の試合を振り返っていかがでしょうか。どうも前半後半ともにお互い決定的な場面が少ないですね。延長戦はもっと積極的にチャンスを作っていってほしいところですね。さあこのファーストステージ前後半終わって同点の場合は V ゴール方式の延長戦に入ります。まもなくスタートです。今延長前半開始の笛が鳴りました。延長戦開始早々シエロビールドいっぱいに広がります。伊原ドリブル、強烈なシュート、三浦ゴール、 V ゴール、延長戦に決着。ここで延長戦終了のホイッスルが鳴りました。1-0、シエロ延長 V ゴールで勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。これだけあっさり延長前半で決着がつくとは予想外の展開ですね。もう少しもつれるかと思いましたが、積極的に攻めたことが良かったですね。